い、競馬占いここからは後編となっております。でここまでのカードが前編で出てますけれども、後編はこんな感じで出ました。はい、はい、いいですか。はい、8番横山のりひろ騎手。はい、これね、私のりさんにしてびっくりしちゃったんだけど、珍しいね。うん、すごく激しいね、トランスフォームのカードが出てきたんですよ。なのでかなりのなんか刺激的なことを考えてるような感じがしますね。珍しいっていうか、なんかね、勝ちに来るというか、なんか強い気持ちでいるというか、そんな感じのなんかね、確信があるみたいな、何か決めてることがあるみたいですね。一つ一本の筋が通っているので、そんな感じがしますね。ただなんかね、考えようによっちゃね、これはちょっとまあなんですけど、そう、ちょっと私のね、あの考えなんですけど、二つの馬から一つが出るという考え方もあるのね、なんとなく、うん、だからもしかしたらのりさん、カズくん、そこを通ってっていうか、なんか何かを守る形で何かを残すじゃないけど、たけし君を残すとか、そんななんか形も見える。あの、サツキショーがね、結構面白かったのが、うん、あのね、トップナイフの横を通り過ぎたんですよ、ソウルオリエンス。ああ、そうやな、あったね。で、その時思ったのは、なんかやっぱ外枠の方がボコボコにはなってないじゃないですか、なんか通らせた感じはしたんですよ。なんかね、何か考えがでもあるっていう感じがしますね、とても。私ね、でもね、勝負心はものすごい持ってるの、このクラスから言うと。だから多分作戦があるんじゃないかなっていうのが、やっぱり家族だからあるのかもしれないですね。なんかね、国務兄弟もあるんじゃないか説が、ね、あ、だからね、そう、だからね、だから3つのちょっとところこに1つを残したいっていうのがちょっと。ちなみに面白いのはトップナイフと同じ旧車です。あ、そうなのこれ、うん、マテンローレオとトップナイフは、ね、そう、何かをなんか守るためとか、確信があるとか、何か一つを残したいという感じが、とてもなんかね、そういうのが象徴的に出てるような気もしないでもないですね。はい、はい、で9番アフリカンゴール、あ、国分長介騎手。はい、あ、でもね、これはとってもいいですよ。日も差してるし、穏やかだし、とってもなんかね、やる気に満ちてるし、なんだろう、うーん、ちょっとなんかね、あのカードと馬と似てる。あ、すごくなんかね、すごく清々しい気分っていうか、なんだろうな、ここはね、すごくいいですね。ちなみにここ金4層は全部国分長介です。あ、最近では結構珍しい方ではあるんじゃないかなっていう。そうだね、だからなんかのお互いの気持ちが一つになってる感じがする。馬となんかね、人と、ここは人馬一体っていうだけで、とてもすごく、うん、もうね、ぴったり合ってるから、それがね、うまく出てこれればすごくいい形になるんじゃないかなというふうには思いますね。とってもいいです。はい、で10番横山和夫チョッキーです。これはね、プレゼントのカードですね。すごいね、今週シャーガーカップでも、ね、先週もこのカード出てきてて、ちょっとね、そこは消えたんですけど、でもね、すごいです。彼はちょっとね、うん、気分が違うんじゃないかなって、海外に活躍した馬もすごいやる気満々です、ここの馬はね。だし、なんだろう、このね、騎手ジョッキーの心とか、カズくんか、カズくんの心もすごくいいですね。なんか中心になってやろうみたいなのが出てるので、それか巻き込んでやろうって感じかな。あ、なんか全部を巻き込むよとかね、波を作るよとか、そんな感じが出てますね。なんでペース作る分にはね、あの、そうですね、逃げ馬なんで全然いけるかな。すごく面白いかもね。だからそれがよく出るか悪く出るか、ちょっとね、今のこの時点で分からないんですけど、面白い人だね、これもね。今回面白いレースになりそうですね、すごく。なんかね、荒れるっていうよりかは、どっちかっていうと、レース展開が、うん、面白いと思う。はい、11番土佐ジョッキーです。これね、ここはちょっと落ち着きすぎかなっていう感じがしますね。ちょっとこの馬、ラーグルフだっけな、うん、ちょっとなんだろう、このレースじゃないな、でもっていう感じもしないでもないですね。ちょっとなんか落ち着きすぎかな、両方とも、うん、ちょっとなんかちょっとうーんっていう感じがします、ね。なんかね、落ち着いてる馬とすごい取ろうとして激しい馬と、もう両極端ですよ、このですね。だからもうどんどん前に行こうと思ってる馬か、後ろで待機っていう。そう、それが息切れにならなきゃいいなっていうのもありますけどね。かなりハイスピードだと思います。ですね、ちょっとここはなんか、なんだろう、いつもの戸崎さんのところとはちょっと違う感じがする。ね、はい。12番、浜中すぐるジョッキーです。これね、ブリスのカードなので、すごく躍動感のあるカードなんですよ。だからジョッキーとしては最高、正直。
うん、なんだろう、穏やかな面もあって躍動感もあるという、なんていうかね、勝負心もあるし、すごくいいですね。なんかね、いいと思います。すごくこのね、ジョッキだけ言うと天中さんとってもいいですね。はい、でも馬もね、悪くないんですよね。決心ついたという馬なんで、すごく波長は合いますね。これ初めてなのかな、わかんないけど、ちょっとそうですね、金予想には乗ってないです、ね、なんかね、すごくでもなんかいい感じがしますね。なんか意外となんか乗ってそうな名前ではあるじゃん。ね、でなんか山がここの水も、ね、山になってるんですよね。ここが、ね、噴水なのでね。でこれも山になってるのがちょっと特徴的なんですけど、すごくでもこれはなんか、うん、ここもなんかいいなっていうか、穴馬だったらすごくいいかも。だから押さえといた方が、これなんか石、え、石グラスですね。あ、これね、これもいいですね。はい、ね、うん、じゃあ消しちゃいけない一頭ではあります。そうですね、ちょっと入れといた方がいいかなっていう気もしますね。はい、で13番プログノーシスの川田優雅ジョッキーです。これグラティュードのカードなんですけど、これね、ジョッキーすごくいい、虹が出てる、すごくなので、やる気もあるし闘争心もある中で、ちょっと勝つという勢いもあるので、うん、うーん、まあまあね、ちょっとね、元気すぎちゃうかなと思ったんですけど、これね、ジョッキーが締めるとこ締めて出るというカードで、これでプログノーシスもいいな、ちょっと落としにくいかもっていう感じがします。で14番岩田康成ジョッキーです。これもね、マジックのカードが出ましたね。ちょっとね、馬はすごく強かったんですけど、パパはね、インツキで出てくるよ、これ多分。インツキしてきそうだ気がするって、なんか道ができてるんですよ、正直。なんか外枠って聞いて、あーってなったんですよ。そうですね、と思ってる方多いと思うんですけど、これね、インツキする気満々。あ、いつも通り、なんかね、道を探して道が出てくれば出てくる。なんかブローザンホーンみたいな、うん、あれの時って結構外寄りだったじゃないですか、なんですけど、まあ結構強引に持っていったって感じですけど。そうだね、道ができれば出てくる気配があるので、パパここはね、もしなんかほら、なんかアウトコースというかで、ね、ほら、なんか押さえといて、そう、なんかね、パパ自体はでもね、それでも大丈夫っていう気がすごい出てる。だから最初のうちに持っていっちゃうのかな、うちに。へえー、これね、馬は強気のカードなんですよね、すごく。私後方待機の馬なんで、もともとが。あー、でもね、パパは勢いはあるので、これね、伊豆城が好きでパパが好きな方は買った方がいいかもしれないですね。で、はい、はい、15番国分優作の方です。これはね、逆にちょっとね、いいんですけど、勝負ところでは出てこれないという感じが、ちょっとまとまりすぎかなというのがちょっと気になるかな。あと、その割には馬がちょっと元気がないというか、重いのかなっていうのが、だからちょっと今回のレースは厳しいんじゃないかなっていう感じはしますね。なのでちょっとうーんっていう感じがしますね。なんか結構分かれてるよね。そうだね、ちょっとなんか落ち着いてる感じの馬と出てくるっていう、すごく可能性のある、うん、っていうのがすごく分かれたレースではないかなというのがありますね。はい、はい、ということで、でもね、すごくいいなって私が思ったのはですね、やっぱり、はい、そうだね、ここで言うと、バーっと見ていくと、まあ一番いいなと思ったのよ、やっぱ正直ここかな。何番でしたっけ、プログノーシスかな。13番、これはちょっといいなって思いますね。ここが一番いいかな、ジョッキの心で言うと、優雅さんの心が一番いいかなって。あとは良かったなと思うのは、普通に言っていくと、やっぱ3番かなって。3番の心もいいし、3番、うん、あとそうだな、4番も悪くないけどなっていうのはちょっと薄いかなと思うけど、馬との関係で言うと、まあ4番もいいと思いますね。あと5番、やっぱいいですね、ここはね、うん。あと6番、まあって感じですね、ここ。そうだね、それとやっぱり先ほど言ったこのブリスのこのカードは結構来てるんで、これはちょっといいかなっていうのはありますね。でも悪くはない、12番、うん、あとは悪くはないかなっていうのは結構ありますが、そうだな、でもここもいいね、本当は。9番、アウのカードだけど、どこだっけ、誰だっけな、アフゴですね、アフゴですね、これもいいですよ、でもいいと思う、まあ、優秀の美としてはありえるんじゃないかなっていう、そうだね。
うん、そんな感じがしますね。そんな感じかな。あとはもうところどころ先ほど言ったこの辺も悪くはないんですよ。もちろんこの辺とかはなんかいいなっていうのはありますが、処分次第だね。そうだね、ここはね、うん、うん、でもそんな感じで出てますね。でもここ意外とやっぱり河原さんいいのかなっていうのが、一応ですねここまでに被ってるのがですね、はい、456が4569が一応被ってまして、そちらの馬がですねシャフリアール、ジャックドール、ザノンベルガ、あとアフーゴですね、はい、そうですね、この4頭が一応被っております。はい、そんな感じですね。でもなんかねジョッキもやっぱりいいですね。このレースに合わせてきた感が否めないというか正直、うん、だからなんかなんていうから僅差すごくやっぱ、うん、さすが早く G1 にした方がいいっていうだけありますね、うん、僅差な感じですね。やはりちょっとここに合わせてきてますね、状態はとても。だからどちらにしてもなんかいい感じがしますね。はい、では勝負のカードを次置いていこうと思います。はい、ではね勝負のカードをね一気に置いてみましたね。えなんかねちょっとねちょっと大丈夫かな、またねあの YouTube 委員会からまた後でクレームが来そうなんですけどちょっとなんかね大型馬が消えているようなのもあるのでね、うん、ちょっと行きたいと思います。ちょっと怖いけどまあ行こうか。はい、はい、1番ソーバリアント、これこのねカードもう悪くはないんだけど、もうちょっとねなんだろう積極的になりなさいっていうカードなのよ、うん、だからその割にはねなんか馬も落ち着いてたね、で行って騎手も落ち着いてたから、なんだろう積極的に行きなさいってことはこのレースではないのかなっていう気もしないでもないよね、うん、意味としては。だからねまあ3着ぐらいだったらまあありえるけど、まあ、絶対に消しちゃいけないと、消してる、うん、なんていうんだ、消しちゃいけないよねって感じかな。そうだけど悪くはないんだよ、だから悪くはないけど、でもね、ね、あの何1着になるというのはちょっと考えられないかなっていうのがちょっと、ね、はい、相手にはって感じですね、はい、2番ウィンマリリン、これねノットのカードが出ましたね。今じゃないよってことなんですよ。なのででもねジョッキーも良かったんだっけな、そうだよね、馬も良かったし、あジョッキーがちょっと弱かったんだな。馬はいいんですよ、見えるかな、馬が良くてちょっと馬なりに行けば、でも今じゃないよってことで、これも1着ないなっていうのがちょっと私のこのカードから見た感想ですね。はい、はい、3番ウィンマイティ、これねウィンマイティもね今から1年後とかのカードなんですよ。だから未来のカードなので、ここがこのレースではないよっていうことを言ってるんですよ。なのでそういうの続いてきちゃったね、ちょっと。はい、で4番シャフリアル、逆に言うとねオポチュニティのカード、これはねポジティブに変わっていくよっていうカードなので、とてもいい状況にはあるみたいですね。なのでここら辺で言うと、まだここがちょっと唯一のなんかなんていうのかな、明るいカードかなって、ここまでではは、はい、はい、5番ジャックドール、これ定格賞のカードですね。これはねすごくなんか行動しなさいっていうカードなんですよ。なのですごくなんだろ もう見てわかる通りね、星を取りに行ってるんですよね、星を取るね、うん、だからこれねちょっといいなんていうかレースになりますね、ここはすごく、うん、もしかしたら一着候補かなっていうのがやはりあるのかなっていうのがありますね。ここはいいと思います。すごく馬も良かったしジョッキも良かったし、うん、なんていうかな勝負も持ってます。はい、はい、6番ダノンベルーガ、これはねドントストップ止められないって、もうねなんか止まらないとかやめられないよっていう感じの、昔のカッパイビスのこの歌の CM のね知ってる方いるかな、わかんないけどもう止まらない感じですね、なんかクイーンの歌でもありましたね、ね、ドントストッピーナっていう感じです。なのでここもねなんかサプライズのカードも出てたし、ハッピーな幸せなね、だからここいいと思います。やっぱモレーナさんすごいね、面白い、ここいいと思います。ここもはい、はい、7番ヤマニンサルバム、これね逆に言うとここはちょっとねっていう感じですね、ちょっと落ち着きすぎかなっていうカードですね。やっぱりうーん難しいかなっていう感じがしますね、いろんな流れから見ていくと。はい、で8番マテンローレオ、これもねちょっと今ではないよっていうカードなので、未来のカードが出てるのでちょっとここもね今回のレースでは1着っていうのはないですね。すごくうん、なんかちょっと諦めちゃってるじゃないけど、このレース
っていう感じではないのかもしれないなっていう感じがしますね。9番アフリカンゴールド、ヤクルトね、これねリカバリー回復のカードが出ますね、勝負ではだからね、なんかね、なんか、体の回復も表してたり、あとレースが回復していく、今までのレースとはちょっと違うレースをするというような感じで、よく、前までが良くなければよく回復する。でね、今までが良ければちょっと悪くなったりすることもあるという感じがします。なので、この場合は不幸なんだよね、ここね。うん、だからよく回復しますね。てか、体も回復してるみたい。よかったね。ね、辛抱ないと。すごく、ね、なんか良かったなという感じが、ね、アフゴーファンの方がこれ見てたらね、喜びます。ちょっと良くなっていきますよって良くなってますよって感じだから良かったね、すごく馬も良かったし、ジョッキも良かったんですよ。なので可能性は、ね、あるかもしれない。すごくいいですね、もう羽を広げてる感じなんで、全部がとてもいいと思いますね。はい、はい、10番トップナイフ、逆に言うと脳のカードが出ましたね。ここでもレースではちょっと難しいかなっていうのが、やっぱ何かの賞金集めかなかもしれないね。もしかしたら菊花賞とか、あーそうなのか、距離がちょっと長い気もするんだよね。あーちょっとね、ここは脳のカードなので勝負がないのかなっていうのが気になるので、ちょっとちょっと練習かなっていう感じもするかなっていう感じが、なんか展開が次の試合に鍵になるかなっていう、ね、感じがしますね。ただ今後はどうなるかちょっと分からないですね。ただ今回のレースに限ってはちょっとって感じがしますね。はい、はい、11番ラーグルフ、これはね逆に勝負運を持ち合わせてますね。大きな幸せに変わっていくよっていう感じなのでね、だから割と何だろう、悪くはないんでしょうね。ただね、馬がちょっとこじんまりしてるのと、ちょっとね、あのジョッキー、戸崎さんが落ち着きすぎなのかなっていうのが、だからこのレースではもしかしたらないのかなっていう気もしますね。1着っていうのにはちょっとっていう感じはしないでもないですね。ただ悪いカードではないので、ちょっと買いたい方で抑えたい方はチェックしておくのもいいかなっていうのはありますね、勝負としては。はい、12番シーグアス、逆に言ったら、ね、サクセスのカードなんですよ、こちらはね。勝負めちゃくちゃありますね、ここは。ちょっとね、成功のカードが出てて、あとねジョッキーが良かった、すごく気になる、ここはすごく。だし馬も悪くないんですよね、決心がついたというちょっと感じなので、だから面白いですね、ここもいいかなっていうのはしますね。私だったらここ買っちゃおうかなと思っちゃうかもしれないっていう感じ、穴だったらっていう感じがしますね。はい、で13番プログノーシス、これね近い未来というカードなんですよ。だからねジョッキはめちゃくちゃいいのに、ちょっとなまだ先があるのかな、これ何かわからないけど先があるのかなって気がしますね。ちょっと勝負運がっていう感じ、どっちかというと勝負運が、ね、なかったっていうよりはこれに合わせてきてないっていう感じがする。なんでか分からないけどそんな感じがちょっとするので、このレースではないのかなっていう感じもしない。なるほど、面白い。このレースじゃないかも、もしかしてプログノーシスもというカードが出てますね。なんかちょっと一着ってないかもねなんて言っちゃって大丈夫かなっていうのがっていう感じもしますけど、一着がちょっとっていう感じもしないでもないかなっていうのが。はい、14番伊豆城の奇跡、これもねちょっとね考え直しなさいっていうカードなんですよ。だからちょっとな、でもなんかパパこういうカードよく出てくるよね、なんだろう、でもこのね1って気になるよね、すごく。さっきのねこのねジョッキの方のマジックの1も気になるし、ここも全くもって同じような縦なんですよね。そうだからね、なんかインツキだなっていうのがすごくだからインツキ場所が開けば場所だねっていうのが、ただねちょっとね内枠だったらよかったのかなってちょっと思ったりもするんだけど、本当に4枠に入ってほしいかなって思ったり。ちょっとな、なんか外にも行けるし内にも行けるしっていう場所が良かったんですよね。でもなっていうのが、でもなんか私は捨てたくないかな、この感じはするのはする、なんとなくする感じるのは、捨てない方がいいかなっていうのはするかな、ここ、なんか入れといた方がいいかなっていう気はしないでもないですね。はい、はい、ということで
ね、なんか調子は悪くなさそうな感じがしますね。ただね、ちょっとなんか全体的な流れから言うとちょっとっていう感じはしますね。なので悪くはないけど良くもないし、ちょっとってちょっと弱いかなっていう感じはしますね。はい、そんな感じで出てます。はいはい、はい、なのでなんかだいぶ消えたな。でもちょっと処分の方でちょっと消えましたね、これは。結構じゃあ大丈夫かなっていうのがちょっと心配な感じもしますが、はい、ということで、はい、はい、なので処分の方でいきますね。処分が良かったのが、もうこれはいいなと思ったのは4番、4番、はい、5番、5番、はい、6番。まあここはね、そうだね、はい。ですごくあと良かったのは、ね、ここかな、やっぱり。何番だ？6、7、8、あ、間違った、12だ、ごめんなさいね。8は違う、ここやんな。ここか。ね、12だよね。いつもね、6なんですよ、並べてるのが。ね、今日で 5なんですよね。フルゲートなんなかったんです。そう、だから5で分けてるので、ちょっと勘違いしたんですけど、そうですね、ここですね、うん、あとねちょっといいなとね思ったのが、悪くないなって思ってるのがですね、そうだな、バーッときてやっぱアフゴのとこも悪くはないですね。ですね、うん、ただ一着はちょっとないなっていうのはもう、まあ、1ないですね。さすがに。もしかして3着くらいだったら、まあ、まあ結構前走はね、枠が結構濃くだったかなっていう。そうですね。あとまあここも悪くないんですよ、この勝分自体は。戸崎さんのところだな。11番。ラーグルフ？そうですね。ね、これ勝分は持ってます。ただしちょっと。っていうのが感じかなっていう感じはしますけど、まあ場所が空けばって感じ、そうですね、場所は空くでしょうな、はい、ですね。ただね、そうだね、そんな感じですね。あとここもなんかやっぱりちょっと取っといた方がいいのかなっていうのはしますね。14番、そうだね、っていうのはありますね。はい、そんな感じでカードの方は出揃いましたね、うん、あとはまあもうなんだろう、自分がやっぱり買いたいと思うとこを買うのはベストだと思うので、あとはね好きな馬をずっと買い続けるというのも絶対的だと思うので、そこは貫き通した方がいいかなというふうに思いますね。ただね、自分がね気になってここね迷ったなと思った時に私のカードを見てもらってですね、あ、こんなんだったらまあ買いかなとか、あ、ちょっとどうしようかなって迷ってもらったり、今までねほら何口以上買うのにっていうのをちょっとここは抑えた方がいいかなっていうのが出てれば、ね、ちょっと一口で抑えてみるとか、そういう感じでね利用してもらえばいいかなというふうには私のカードでは出揃いました。はい、ではそんな感じで、ここからは冬中さんにデータです、ね、そうですね、データ競馬に移ろうと思いますので、一応一回止めたいと思います。はい、ということで、はい、ここからはデータですね。はい、はい、まずはまあ傾向ということで、はい、枠の方からやっていきます。はい、まあ枠はですね、まあ内枠有利ではあるんですが、外枠も有利ということで、はい、まあ極端な話、中枠が結構不利っちゃ不利、あー、なるほどね、みたいです。はい。でも副賞率は意外と取れてるんですよ。あー。で、ちょっと極端に低いなっていうのが4枠と7枠ですね。はい。4枠と7枠がですね、ダノンベルーガ、ヤマニーサルバム、はい、で7枠はシーグアスとプログノーシスですね。あ、そちらがちょっとなんか副賞率も高い、あ、低いんです。あー、なるほど。なんであれか、青とオレンジがちょっと低いってこと、うん、3着以内にもって感じですね。あー、そこそこで、まあ逃げ有利で、差しも結構まあ決まってくる感じもあるんで、うん、そんなに客室はないのかなっていう部分もありますね。ただ追い込み勢がちょっと 0% なのは気になります。なるほど。1着にはです。でですね、前走との体重がですね、まあプラマイゼロでもプラス体重でもマイナスでもいいんですが、うん、当日6番人気以下、うん、で今回マイナス体重だとなんと1回も来ておりません。え、今回、あ、そこそこ、当日の6番人気以下です。ああ、なるほど。
でもまあ今の予想っていうの6番人気以下で当日マイナスだとちょっと危険だなっていう風に思った方がいいかな。あーそかそか。で過去にここ10年間で一番人気が1回も来てないっていうちょっとまあ事故なんですけど、あーそうなんね、そこがねジャックドールはどうね出るかなっていう感じはしますね。本当に2番人気の方が勝率としては高いんですが、うんうん、今回はちょっと異例なのかなっていう部分も気もするんですよ。でもまあ3着内率は 75% なんで、うん、まあ入れといたの方が絶対いいかなっていう。はあ、なるほど。で今回ですね副賞率では差はありませんが所属データではと美穂の方が確かに勝率は高いんですよ。高いんですけど、ね、出走頭数が違うんですよ。ああそういうことか。で、うん、ここ3年間では立冬の方が意外と勝ってるんですよ、うん、3年間だけで見た時は。意外ね、意外だね。で年齢はですね7歳以上は1着には来ないって感じですね。なるほど。ただ2、3着では全然ありえると思うって感じです。あでもまあそんなになんだろう、なんだ上下がないかなっていう。なるほど。で騎乗機種データでは、継続の方がいいですそこは、うん、乗り換わりはノーザンファーム生産馬、うん、じゃなきゃちょっときついかなっていう。うーんで生産者は、ノーザンファーム有利ということで、うん、今回の該当が一応、シャフリアールやダノンベルーガなんですね、うん、が、ノーザンファームです。うーんっていう感じでですね。あとまあ個人的にはですねちょっと気になった点は5年間で来た時2018年は福永さん、うん、で2019年は川田さん、うん、2020年は横山さん、はい、のりひろ騎手ですね、うん、で2021年は吉田隼人騎手、はい、で2022年は藤岡雄介騎手ということで、うん、まあある共通点が見つかって2年に1回他が来てるってい う, うんなんか面白いなっていう。そこはなんかあれってなって、あとですねなんか濁音が入ったりっていうのが多いかな。ザとかブラストワンピースっていう馬などもいたんですが、うーんあと伸ばしてる馬も結構来てます。ジャックドール、ノームコア、ブラストワンピース、サングレーザーっていう馬だから。なるほど。でそこを踏まえてですねありえるのがですねまずはジャックドール、うん、なんか意外と連覇してくるんじゃないかなっていう部分はあるんですよ。はあ。であとシャフリアールがちょっといいのかなっていう。一応タンも通用する上に、うん、伸ばす棒もあるんですよこの馬には。なるほど。あとダノンベルーガ、うーんこの辺は硬いけどいいのかなっていう。でちょっとまあ人気のない馬で言ったらアフリカンゴールドがちょっと気になるかなっていう、うん、あと本当はね内枠だったら伊豆町の奇跡、あなるほど。これは2回ちなみに2回繰り返してる馬だとですね、うん、名前が同じ文字が2回で、10年連続で 100% 馬券が入ってるんですよ。うーんでですねなのでうんっていう。なるほど。で9年はそのうち9年は2着です。うーんだからちょっと可能性はあるんじゃないかなっていうね。なるほど。そこよねって感じです。うーんはいって、はい、そんな感じでしたね。だからちょっと占いとちょっと似た部分もあるんですかね。あってことは硬いですかなこれって。やっぱりなんかそういう部分も占いと一緒に出てきてるのかなっていう。そうだね。あそういえば今回通勝負発表するの絶対あ、推奨馬総括先やります、はい、その後、はい、この今やります。馬はですね2番、4番、5番、6番、9番、はい、ジョッキーは星13番、うん、で他は3番、4番、5番、6番、12番、9番で勝負運は4番、5番、6番、12番で括弧9番、11番、14番ということで、はい、で推奨あのデータも含めた上で言うと4番5番6番は全部に該当しております。うわあそっか全部です。はあなるほど。
4番5番6番4番5番6番ですね。あと9は、はい、一応これも括弧ではあるんですが入っております。小文は9番って何？アフリカンゴールドです。ああ、そうかそうか、そういうことか。なるほどね。なんかちょっとデータの部分も出てきたんじゃないかなっていう占いでは、はい、ああ、なるほど、面白いね。へえ、面白いねって一言のように言ってるけど自分が出したもんね。はい、そんな感じになりました。はい、ということです ね。なんかさ、こんな感じでやってるのにさ、割とさ、うん、15週連続で一応あれもうちょっと、16週じゃなかったっけ。あ、15週じゃない、先週までで。あ、15週か。そう、一応、まあ、天皇賞の春からそうやり始めたのにずっと当たっております。そう、 何かしら当たってるので ね、自分が一番驚いてるんですけど。嘘だと思う方は見てください。そうだから、ね、こうなんでそういう動画も出そうかなと、ね、当たったやつを全部 ね1ヶ月でまとめたりとか、そう、総括で出していきたいなと思ってるんですけど、自分が一番驚いてて正直、ね、過去にはですね、まあ掲示板内全部当てたりとか。そうですね、はい。なんかね、占いっていうのはやはり予想とはちょっと違うので、本当はね、最初はどうかなというふうに思ってたんですけど、ここまでちょっと来るとね、自分でね、なんかね、リオンさんもそれで、そう自分ね、自分で驚いてたり自分で書いてたりとか、あとはしますので ね、なんかね、もしかして卑弥呼自分はとか思ってたりとか、ね、笑ってるんですけど、いつもね、はい、そんな感じで意外とね当たるよっていうので、皆さんね、広めてもらえたらまたね嬉しいかなというふうに思います。またね、温かいコメントもね、入れてくださる方もいらっしゃるのでね、すごくね、こちらとしてはありがたく受け止めておりますので ね、これからも絆とかね、やっぱ心をね、気持ちを皆さんのね大事にしてね、やっていこうかなというふうに思っております。はい、はい、ということで、はい、ではしますね、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまたしましょう。 See you again。 バイバイ、またね。今週も頑張ろう。